にすげえなー。あら、石川が12杯。やば。おうおう、ジャイアンツ、東京ドームで、広島に勝ってないんじゃないの？飛んだよ。こんばんは、神玉です。今日はね、サラダ食べたんですよ、作って。こんな感じね。なんだけど、ドラマ見ながら食べてたら、全く喋ってなくって。というわけで、神玉はですね、実は、来月9月頭に、海外に行ってくることになりました。そうなんです。お仕事で、ちらっとね、行ってまいります。一人です。どこに行くかと言いますと、ででん。香港です。香港。初めての香港。今まで行ったことある海外は、サイパン、アメリカ、ロサンゼルス、ニューヨーク、韓国、タイだけですね。そんなこんなで、まあ、あんまり海外行ったことない私が、なんと一人で来月頭に香港に行ってくるという、どこ行こっかなっていうね、ちょっとした自由時間があるから悩んでんだけど、香港行ったことある方いらっしゃいますか？何がいいんだろう？何食べたらいいんだろう？ヤムチャ？ヤムチャのね、めっちゃうまかろうみたいなやつあったよね、昔。香港といえば、まあ私が知ってんのはさ、100万ドルの夜景。100万ドル、100万ドルみたいな。100万ドルの夜景を一人で見るみたいな。どんだけ寂しいんだよってね。香港って何語？中国語？中国語と英語かな。日本語は通じないよね、きっと。でも親日って言われてるから、どんな感じなんだろうね。你好，我将选定马一。じゃあよ。私じゃあよ。いや、なんかすごいよ。すごい。いただいたパンフレットなんだけど。ビクトリア公園ってなんか、すごいね。名前は全然香港っぽくない。地元カップルのデートスポットだって。絶対行かない方がいいじゃん。若者が集う香港版渋谷？行ってみたーい。その辺が全く想像ついてないけど、香港はそんなに大きくないって聞いてるから絶対に行ける気がする。治安いいのかな？チープで可愛いお土産をねぎってまとめ買いだって。ねぎれるんだ。喋れなくてもねぎれるかな？タクシーが可愛い。タクシーぼったくりあんのかな、香港って。初乗りたったの350円だって。安いね。マジ？オクトパスカード、ね、なんかちゃんと調べてかないとさね、下調べが大事だもんね。そう、気温とか暑いっていうのは聞いてて、東京都の約半分だって面積。ちっちゃいじゃん、全然やばめ。あの空港の入国審査らへんがすごい緊張するんだよね。なんて書いていいか分かんなかったりさ、なんか聞かれんじゃん、何しに来たのって。まあ大丈夫か。きっと大丈夫。なんせほら、去年一人でアメリカ旅してるし、一人でロサンゼルスからニューヨーク行きたし、めっちゃ怖かったんだよ。あのね、本当に怖かったの。何がだよって。一日目、ロス着いて、まず、ダウンタウンの中心地のホテルを予約しといたんだけど、まあ安かったわけよ。共同シャワー、共同トイレ。鍵ぶっ壊れてる、部屋のね。で、友達がまあロスにいて、女の先輩なんだけど、愛ちゃん、ホテル着いたんだけど、部屋の鍵壊れてんだよ、どうしようって言ったら、電話してみーって言われて、鍵が壊れてるって言えば、部屋変えてくれるから、みたいな。で、私ね、英語喋れないんだ。ブロークンキーみたいなのをひたすら言ってたら、ブチって電話切られて、それが何回も続いて、だから鍵が壊れたまんまの部屋に泊まったわけよ。で、まあ夜中はその愛ちゃんに行けてる今話題のクラブとか連れてってもらったりして、まあ飲んで、
楽しくホテルに帰り、で部屋の鍵がぶっ壊れてて怖いから、パスポートとかも首からね吊る下げるやつ持ってってたから、それつけながらこう寝たんだけど、朝知らないおばちゃんが入ってきて起きるわけよ。と思って、なんかずっと言ってるのよ、ずっと言ってんので、喋れないけどリスニングは大体わかるわけよね、雰囲気で。そしたらさ、11時チェックアウトだからってずっと言ってんの、おばちゃんが。で、めっちゃ起こしてくるの。で、なんだよと思って時計見たらまだ10時なわけよね。早く出なさいっていうことだったんだと思うんだけど、いや、11時までゆっくりしたかったけど、怖すぎて、もういいやと思って出て、みたいなことがまずあったし、私、ロスからニューヨーク行く時の飛行機って、すごいいろんなね、人種の方たちがいらっしゃって、その環境が初めてだったから、で、リュック1個でアメリカ行ったんだけど、なんかすごいね、もっとマッキンキンでショートカットだったから、まあそれが救いだったっていうのもあるんだけど、金髪ショートの日本人っていうので、すごいいろんな海外の人が話しかけてくれて楽しかったんだけど、本当に怖かったよ、いろいろ経験して。楽しかったんだけど、怖かった。でも結果、今思えばすごいいい思い出みたいなのを経験したから、きっと香港での一人旅もきっと大丈夫。というわけで、神田間は来月香港に行ってくるので、何かね、行ったことがある人とか知ってる情報とかある方は教えていただけたら嬉しいです。というわけで本日は終わります。それではまた明日、バイバイ。